いいですか、高野川と音羽川の合流地点まで来ました。で、右手の方から今営田が走りましたけども、あの出てくる滝になって落ちてくる川が音羽川です。でこれはあのその後ろの比叡山の南側の花崗岩地域から流れ出てくる川で、この後あのこの扇状地を上がっていくんですけども、川底を見てください。少しあの白っぽい砂が吐き出されてますね。音羽川の川の形を見ると、ほら箱型で壁が立ち上がってるでしょ。でこの箱型で垂直に立ち上がってる断面長方形のね、深い形が、昭和47年の、音羽川水害の結果、下向けに掘ってですね、断面を大きくした形、水はいらない、水を早く高野川に捨てたいという形なんですね。動画の撮り方の練習をしているわけですが、2通り、花崗岩物質を運び出してくる大元、比叡山から今度音羽川の河口にパンする、で白砂を取る、そして、堆積岩を出してくる高野川の落砂口にパンする、これが一つ。それから、高野川の下床を観察する。高野川の下床のこの堆積岩質の瓦を撮影して、今度は音羽川の河口の方にターンしていく、そして、比叡山を入れるというふうな取り方があると思うんですね。練習です。はい、中塚さんも動画の練習をします。はい、ヒノキのこれ根株が並んでます。ヒノキの根っこが垂直にこういうふうに侵入してきている。花崗岩の割れ目、接理ジョイントの間を縫って侵入していく。でその侵入したところにまた水が入ってくる。水は冬場凍結する、そして溶けるっていうことを繰り返す中で、裂け目が割れ目が広がっていって、どんどん岩くずの生産にが進行していく。植物、生物も岩盤の風化ですね、ウェザリング、ね、そういうものに貢献していることが目撃できる。黄岩のその硬さについて確認します。結構しっかりしてます。ここにジョイントが来てますので、ここで次剥がれ落ちるかもしれないね。はい、土石流扇状地、土石流発見の現場に、やってきました。でここからいよいよその水を離れて、斜面の真ん中からこう水が出てきてますが、上流の方を見てもらうと、砂防堰堤が満杯で、それを乗り越す状態で土砂が一旦入ったというのがあります。で道の上にも土砂が乗り上げてますので、一旦全部埋め尽くした状態で、あと水が抜けたというのを見てもらうと、いいですか、大事なこと言いますよ。まん丸いですね、丸いその花崗岩の巨石というものが山のね、結構高いところでもうすでに誕生してるってことが分かりますね。川で流されて丸くなったんじゃなくて、こういう風化した状態、砂の中で、目的地、ここは地図で確認してもらうと、標高530メートル地点、北白川、雨竜山方面への道、それから木原坂からの道、そして今回の梅谷の道の交差点やや上部ということになります。で、眼下に広がるのが、手前は右側が岩倉盆地、それから左側が京都盆地の北部ということですね。標高900メートル、愛宕山、隆起純平原というふうに呼ぶんですが、隆起純平原の、山並みが見えています。ちょっとこの細かいところも、で、カメラパンして音羽川源流ですね、ここはね。で、花崗岩が分解したここ堆積物がこのぐらいの流れの勢いで、見てください、動いてます。ここ全体にサラサラと
で、もっとゴツゴツして粒があの整っていない堆積岩の山なんかでしたら、このぐらいの流れの勢いでは物は動かないんですね。でただ花崗岩の場合すごく粒が揃っているので、摩擦の抵抗がないので、このぐらいの流れも動いていきます。ずっと運搬と堆積を繰り返していくんですね。物ってのは上流から水で運ばれてきて、堆積して、でそしてまた運搬してっていう、これはもうずっと運搬っていう運動がこう繰り返されている状態なんです。花崗岩地域特有の現象なんです、こういうのはね。ここチャリで登れるの。まさか。いや、あの人はこう。いや、まさか。何？いや、自転車で。ああ、つわもんやね。え？やっぱつわもんなんだ。ちょっと待ってくださいよ。こういうことかもしれません。でこの辺に転がってるこういう歴あるでしょ、石ね。でこれがこっちの今あ出てきたとか僕言いましたけども、これであれば、これね。でこれは何なのかというと、なんか硬い堆積岩みたいな、よく分かりませんけども、花崗岩と別の、地質がこう接触している何らかの部分、地質の境界面が今ヒットしたんだと思い直しました。これはね、これは今のこっちに入れてもらっていいです。これ今のこっちへ入れてください。これこれこっちの、こっちのサンプルと一緒にしておきます。明らかにこれとして出てきたから、これが劣化して、今これ非常に硬いですけどね、これがボロボロに風化したものがこれではないかということが言える。ここで接触する。ああ。ここいいですね。こう乗し上がってね、これが。なるほど。なるほど。分かった、みんな。ああ、なるほど。うん。だからこれ、花崗岩がこう行くんです。君の方なんかこう潜り込んできてる。ある当時の、大地、堆積物の中にこう貫入をしてきて、まあ、火山が生成されるんですけども、その時にこっちが焼けるんですね、覆ってる方がね。多分一つそういう考え方があって、だからそれは今皆さんにサンプルしてもらった、その出来が黒いやつです。堆積岩ではないかなという一案なんですね、一つ。それからもう一つは、もっと花崗岩帯が広がっていた。でその中で、大きな断層活動があって、その花崗岩の下にこの地層が潜り込んできたとか、断層だね、だから熱変成したものか、あるいは断層の状態で、接しているか、そのあたりをしっかり考えていかないといけないと思いました。私も自分の引き出しにあまりない、地質ですね、そういう構造を今日は発見できたと思います。ここもっとアップで行く、ホワイトシッカーで行く。これはこのフェンスですよ、熱変成岩、つまり、花崗岩とか火山を覆っていた地層があって、
の時期があって、それで、このマグマが上がってきて接触するところが熱で焼けて変性するんですね。コロンフェルス、コロンフェルスとそれから花崗岩のここ接触なんです。これこそね、あの尾根線とか山の斜面を上げていると埋もれていると見えるんですけども、こう流されて侵食されているところでフレッシュな空間というのが出てきているわけです。コロンフェルスと花崗岩の接触面です。ホルンフェルスと花崗岩の接触地点、大路島です。白川上流ですけども、まずホルンフェルス花崗岩、それから、花崗岩こういった厚みしかないんですね、こんだけだけで。ホルンフェルス、花崗岩、そこですね、鈴木さんのそこがあのメインの接触部分、花崗岩、ホルンフェルス、滝になってますね。で、一定ゾーンを作って、非常に薄い、厚みの薄い花崗岩があって、あとホルンフェルスに移行します、全体に。ただ反対側のあの砂岩の壁は花崗岩物質だね。ホットホール発見です。そうそう、あの螺旋に水が渦を巻いてますが、きっかけ作りは中で石が転倒する、転がるっていう形で、2013年特にあの台風期の出水で荒れ放題 の、 あの白川筋、ね、こんなにルートが荒れてると思いませんでした。これをねインブリケーションと言います。あの畳半分ぐらいの大きさの大きな礫がこう壁状に立ってますよね。これはあの瓦葺き構造ということで、あの上流側に背中を傾けて、配列するんです。これをインブリケーションと言います。今日カエル、さっきまでめっちゃ出ようとしてたよ。ここだ、ここ今ピョン見た、これちゃう、これちゃう、あ、これでか、こっちこっちこっちや。いや、その辺のあの穴蔵があるでしょう、横から見たら。そういう中に入っておいてもこれちゃいますよ、ね、花崗岩の礫で、はい、あの礫を支えてるものもこれ花崗岩の物質ですわ、これね、はい、それからあの全体見てもらうと下の方から上にずっと荒くなるでしょ。あ、そうですね、下から上に対してね、はい、でこれは逆グレーディングって言ってね、逆級化って言って洪水堆積層の一つ の、 あの条件なんです。そっちがもう透けてるんで、表出ます。峡谷の最後の見納めですね。これは大差したものを、谷底に溜まったものをかき上げたんですね、おそらく。荒地で着床できるっていうのは痩せ地の場合が高松なんですよ。ここに登山事業を翡翠地さん、これがこういうチケットを取るわけです。その後ろに、ポロポロ来たんですね、うん、両側で砂をかき上げてましたよね。そういう手当てを土木がやってます。それほどこう移動するんですね、この花崗岩ですけどね。